今ですね、左への道があったんだけど、神羅湾、もうラワンブキの里とかって絵の道がそれです。まあラワンブキの育ててるところが今見学できるかどうか調べてなかったので、まあ今回は行かないで通り過ぎましたけど、調べて、去年はダメだったのね。行けると分かったら来年か、行ってみたいと思います。月の中に入ったら月の傘っていうかね、上の部分が自分の頭よりはるか上にあるわけですから、なんかなかなかコルコックルだか、なんか月の下の神様になった気分。